11月にリニューアル予定の岡山城で城壁塗装の完了に伴い今日から天守閣を覆っていた足場の解体が始まりました午前9時ごろの岡山城工事用のシートが外され漆黒の岡山城が徐々に姿を現し始めます岡山城天守閣は去年6月から大規模な改修工事に入っていました岡山市によりますと岡山後楽園から見える足場は来月末までに 県庁側は6月末ごろに撤去が完了するということです。